吉野勲は日本の競馬騎種、調教師。1932年に騎手デビュー。1936年より12年間の平営役を経て、1948年と1950年にブルーホマレと足柄山で、それぞれ障害の最高競争、中山大障害に優勝した。1963年に調教師に転身。 主な管理場に重症4勝を挙げた栗柴などがいる。1993年定年引退。騎手、長教師の孫に騎手の郷原洋二がいる。長男の吉野勝義は休務員。勝義は学生時代に順天堂大学から箱根駅伝に出場し、俗に山登りといわれる極を走っている。1916年北海道札幌市に生まれる。 1930年に育春別人上小学校高等科を卒業後、日本レース、クラブの斉藤裕吉旧球社に騎手見習いとして入門。1932年に騎手免許を取得。1934年に騎手としてデビューしたが、2年後の1936年より兵役に就いた。2年間所属した札幌第25連隊を皮切りに、 中国に4年間、カラフトの国境警備隊に6年間と、軍隊生活は12年間に及び、20代を騎手として過ごすことはできなかった。軍では総長まで進み、後に競馬関係者の間でも総長とあだなされた。福音後騎手として復帰し、中山競馬場の大久保ふ松まつ旧舎に所属。体重が重かったこともあり、騎乗回数は少なかったが、 1948年に大久保旧社所属のブルーホマレで中山大障害を制して重賞に初勝利。1950年にも足柄山で同競争を再度制した。1963年に調教師免許を取得し、騎手を引退。騎手通算成績は431戦38勝。栗林商選会長の栗林雄二から熱い支援を受け。 開業時の管理場10頭はすべて栗林の所有場で占められていた。1970年には栗芝が慶応杯オータムハンデキャップを制し、調教師として重賞に初勝利。同馬はその後、毎日王冠で前年の年度代表馬スピードシンボリに勝利、自走のセントライト記念にも連勝して、同年のクラシック最終戦、菊花賞の有力候補に挙げられたが、 苦手の重馬場で行われた前哨戦、京都杯で発着に敗れた際、手綱を取った、郷原博之が、京都競馬場の採決委員から無気力起場を疑われたことに激怒し、陣営は菊花賞をボイコットして、関東に戻すという対応を取った。その後は1986年にサニーライトが、スプリングステークスに勝利し、16年ぶりに重賞に勝利。同馬は、 同年の菊花賞で4番人気という緑馬の一等で、あったが、競争中に束に追突されて、両後ろ足を骨折し、安楽死処分となった。翌1987年には、レオ天山ンンがラジオ単波賞と京都新聞杯の二重賞を制して、菊花賞に臨んだが、やはり競争中に故障を発生して六着となり、長期の休養を余儀なくされた。吉野は以後、綾が悪いとして、 京都に出向くことはなかったという。1993年2月28日をもって、調教師を引退。通算成績は4414396勝、内重賞8勝。GI 級競争では1987年の優秀品馬で、クリロータリーが二着となったのが最高成績で、優勝はならなかった。1995年6月15日。 脳梗塞のため79歳で死去。主な気丈は主な管理場。ありがとうございます。